はい、ということで、現在1時前ぐらいですね、13時前ぐらいです。厳しいですね、すごく厳しい。なんかこの先端がいいよって言うけど、まあ、先端ちょっと出れないんで、先端までは来てないけど、本当、まあ、この辺までね来てやってるんですけど、あの潮がね全く動いてない、全く動いてない、ピタリと止まってるという感じです。こんだけね、こんだけロケーションにここでピタリと止まってます。ちなみに風ね、風こっちの方から来てます。だから四国とか深島方面、ちょっと真北かな、完全に真北からこうこっちに吹いてるんですよ。で、潮ね、潮流れてないって言っても、潮ね、上潮だけ右から左に流れてる。意味わかります？風こっちから吹いてるから、風と真逆に潮を登ってるのよ。上潮だけね、マジして上潮の20〜30センチぐらいかな、は投げたらしばらくね左に流れてる。で、仕掛けが馴染み出すと止まって真下に落ちていくみたいな感じです。止まってるわ潮完全に。あの風に逆らって上潮が左行くとかある？まあおかしいんだよね。いや、あのね、今ちっちゃいガンダムつけてる、 G6 のガンダムつけてるけど、それ外して流すとふわ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 左に行くのよ。で、ガンダムつけて馴染むとこう真下に落ちてくから、多分潮は間違いなく止まってるんだと思う。本当の中全体の潮です。軽くするとこのね、こう左に流れたり、ちょっと沖に行ったりするんですよ。謎だわ、北浦の潮謎だわ、みたいな。ガンダムつけないと、まあそんな感じだけど、まあつけなくても、まあその馴染ませ方によっては、まあ、そのまま下に落ちていくから、まあどうなんだろう。上潮だけ左になるとかあんのかな、よくわかんないわ、北浦の潮。まあそのおかげか知らないけど、とりあえず何も釣れない。餌もなんか触られる感じないし、あ、またボラが帰ってきたな。ただカメラじゃ見えないけど、ボラが帰ってきましたね。今いたわ、なんかボラ集団。さっきまでいなかったんだけど、まあいたってことはまあなんか潮の流れが変わってはいるんだろうけどね。昼から本当マジで自分さっぱりです。さっぱり、餌も触られる感じがないし、隣もね、お腹一杯だけか、お腹一杯だけから多分釣ってないと思う。うん、分かんない。そこまで 100% ずっと見続けてるわけじゃないんであれだけど、もうそんな感じで、マジで潮流れてないわ。休憩しようかな休憩しようかな、マジで流れてない。あ、またこれ うねりを来てるんですね。うねりってか何かこれ、あ、もうバッシャーン来そうだ、流れてそんな感じで、ちょっと回収して休憩しようかなと思います。あと 2,3 頭流して休憩しよう。はい、以上です。ちょっと一旦休憩しようかと思います。マジで多分潮動いてないね、動いてない、全く動いてない。今話したんですよちょうどジムがこの差を上げた時に話したら、潮動いてないですよねって言ってたけど、はいってこっちは動いてる、見えるのよ、見えるというか感じるの多少ね。でもこれ結局さらしなんだよね。さらしでこう道とかこう膨らんだりなんだり、その時さらしが押して、なんかあれ道のこっち行ってるなって思うけど、結局浮き投げて、あのちょっとこっちに流れるのよ。でそこから真下に行くみたいな仕掛けがね。で道のだけねこっちに膨らむ、これ不思議なんだよね。風こっちから来てるの、風こうなんだけど、上潮だけこっちに流れるの。だから仕掛け投げるとか巻き絵はこう行って、その後もう見えなくなるんだけどね、ちょっと色濃いんで今日海の色が、こう行ってんのは見えるんだけど、でも仕掛けはこう行ってその下行ってんのよ、ずっと。で回収もそっから上がってくるって感じで、全く流れてないです。はい、ということで、ちょっと探検にでも行こうかなと思いますあのね、あそこになんか穴みたいのがあるのよ。あの、こういうのちょっと上がってきたらさ、だからちょっと、穴に行ってみよう。ほんとね、この北浦の磯ね、このなんだろう、このそびえ立つこの斜めね。わかるこれ。
海に向かってこう上がってるの、これ全部岩で上がった人も全部そう、ほらほら海に向かって高く上がってるの多いのよ、北は。自分が何回かしか来てないけど全部そんな感じよいしょ、はい、あ、できました。あ、そんなになんか別にでかい穴っていう穴でもないわ、なんかめっちゃなんか探検家の穴って見えたけど、そうでもなかったですね。雨宿りはできそうまあそんぐらいかな、はい、というわけで、いい眺めですね、こっから見ると。ちょっと休憩してしばらくして再開しようと思います。どうせ潮流れてないんでね、泡もなんもない、ペタッとした感じですね。はい、ということで、ちょっとね洞窟見に行って休憩してから再開したんですけど、風が向こうから来てる風が結構爆風の手前ぐらいになって、もうずっとね手前ずっと晒し出てるんですよ。釣りにくい、日本は釣りにくいんですよ。でさっきね向こう見に行ったんだよ、様子をね。めっちゃ穏やかめっちゃ穏やか、穏やかでした。なのでちょっともう向こうに戻ろうと思います。今でも1時半ぐらいかな、1時45分ですね。船着きはどの道もさっき の小人にあって向こうの方になるので、どの道荷物をあっちに持っていかなきゃいけないんですよ。なのでどの道行かなきゃいけないんだけど、今行くか後で行くかっていう話なんだけど、ちょっとね今もう風がすごいのよ。もう後ろ、これちょっとあれか、沈み線があるけど、景色を見よって感じ。これ動画では白波立ってるの分かんのかな、こっちの方見るのが一番分かんのかな結構もうこっちから吹いてるからね、こっちからこう吹いてるんで結構なね白波が立ってます。結構爆風なのよ爆風、ギリ爆風っていうのかな、まあ、言わないのかなって感じで、ちょっと分かりづらいんですけども、画面の向こうの方からさらに強い風が来てるのが分かるのよ。白波もなんかもっと増えてるしね、深島の方の行くとね。なのでちょっと場所を向こうに戻ろうと思います。先にね、多分もっと風強くなるわ。もうなんかなんていうのかな、こう海のザラザラ感のあれが今で来てるんだよ、その辺まで。多分もうちょっとしたら強くなる、さらに間違いなく。もう分かる風嫌いな人間の人はもう分かるですよ、はい。なので、もうちょっと時間が早いけど先に向こうに戻って、釣りをしようと思います。この裏側ねです、はい、ということで戻ります。はい、ということで、さっきの場所からこっちの南のエリアに移動してきました。3往復ぐらいするからね疲れる。ちょっと一山登るからね、この山登った向こう側だからさっきまでいたので、ね、というわけで、どの道ね帰りにはこっちに来なきゃいけないんで、どの道なんですよ、この道で。今時刻が14時9分ということで、あと1時間半もないね4時に向かって3時半、3時20分10分だともう1時間ちょっとあるかないかぐらいですけども、まあ、ちょっと最後の時間を楽しみたいと思います。こっち側で何かしら当たるっぽいです。こっち来てね暑いんで、もう上のカップ脱ぎました、汗だく。向こうと全然違う、向こうだって向かい風でバンバン吹いてたから、カッパ着ててもちょうどいいかなぐらいだったんですよ自分でね。でこっち来たら全然違う、もうなんか太陽のこの光というか、このね岩が暖かいのせいか分かんないけど暑いぐらい、プラス風もだいぶ回避してるんで、相当向こうと気温差がありますね。というわけで、ちょっと最後何匹釣れるか、1匹か2匹かゼロか分かんないですけども、最後こっちの南側でね船着きの方っていうのかな、はい、頑張ってみたいと思います。カワハギやった。
いる？はい、ということで、現在15時12分でございます。釣れないですね。ちょっとピンボケじゃない、テプレになってない、ちょっと風が結構あるんで、ね、ちょっとブルブルなってるかもしれないですけど、もう片付けましょうか。いやもう無理だわ。風がね、バンバン流れるし、手前も、こう、なんていうのかな、こう、波の晒しみたいになってて、流れるし、なんかもう、もう気力がないです。まあ、時間通りぐらい船長来るらしいんでね、まあ、もうちょっとできるんですけど、これ風の音大丈夫かな？風の音大丈夫？はい。まあ、それぐらいもうビュービュー吹いてるんですよ、こっちからね。自分は向こういたんで、向こうから高温にガンガン吹いてるんで、もしかしたらちょっと声が入りづらくなってるかもしれないです。はい、それぐらい結構ね、風吹いてるんで、ちょっと大きめの声で喋っておりますけど、私は片付けをしてたら、かけましたね。そんなに大きくはなさそうではあるけどね。もう完全にね、片付け終わってます。終わってないか。片付け途中なんですけども。その後にね、まあ、大きくはないけど、黒かかりましたね。ちょっと逆光になってますけども。で、さっきね、ギリギリちょっと潮変わり始めたんかなって感じだったんですよ。そのタイミングぐらいでしたね。もう片付けようかなと思ったのは。まあ、やれば釣れる可能性はあるけど、今日運動が多いんでね、あれすぎと、何センチぐらい？30ぐらいですかね。30ぐらいか。はい。まあ大きくはないけど。そうですね。まあ、ちょっと潮変わりそうやったもんな。変わりつつあったんかな。なんかちょうどこう、ここに流れ出し始めたもんな。そうですね。その時にガツと。もうこれは僕もラストします。あ、ラストする。まあちょうど釣れたしね。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかでかいやつ釣ってましたね。はい。48センチの。いや、40ぐらいでしょうね。はい。そうなんですよ。ブダイを釣ってましたね。はい。ありがとうございました。そのまま流す。お腹ですとは言わない。なんか、いや、疲れましたね。まあ、北浦でこんだけ釣れれば、まあ、上等かなと思います、僕も。そうやね、いいとこなんか上がったみたいですし。はい、そうですね。知り合いが、ラウンジさんのファンがいるんですよ。本当ですか？はい、斉藤さんって方なんですけど。はい、はい、はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回は、斉藤さんって方も連れてきますんで。ああ、全然、はい。はい、どうぞ。その時は、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日上がっていた、なんかちょっといい磯でございました。結構早めに上がったんでね、ちなみにお迎えは一番でございました。よいしょ。あ、揺れる。やべ、波高え。波めっちゃ高い。あぶね。これわかんないと思うけど、結構波高い。俺、あっこセンター、あっこでやってたから。やばいよ、風強みたいな。揺れる、めっちゃ揺れる。よいしょ、うわ冷た、うわマジ。